スライマーン志向は、北、インド、ムガル帝国の巫女、ダーラー志向の長男。母は、ナーディラバーヌーベイグム。1635年3月15日、ムガル帝国の巫女、ダーラー志向とその日、ナーディラバーヌーベイグムとの間に生まれる。成長したスライマーン志向は、顔立ち美しく、背も高く、立派な体格に恵まれた青年に育った。また、彼は、 頭脳明晰のみならず自制心もあり、寛容で、気前が良く、誰からも好かれる存在となった、とフランスの旅行家、フランソワ・ベルニエは語っている。また、スライマーン志向は、ダーラー志向の長男ということもあり、祖父にあたる皇帝シャージャ・ハーンは彼を、大変愛し、自分の財産を多く分けたという。また、ベルニエによると、シャージャ・ハーンは、息子のダーラー志向よりも、 むしろ彼の方を後継者として考えていたという。スライマーン志向と父、ダーラー志向1657年9月、祖父シャージャハーンが重病となり、父、ダーラー志向は、その3人の弟シャーシュジャー、アウラングゼーブ、ムラードバフ氏と行為をめぐって争うこととなった。11月、シャーシュジャーがベンガルで即位した後、首都アーグラに向かっているという報告が伝わり、 ダーラー志向は、スライマーン志向にジャイシングとディリールハーンをつけて、その討伐に向かわせた。1658年2月14日、スライマーン志向を率いるダーラー志向の軍勢は、アーグラに向かっていたシャーシュジャーとその軍に遭遇し、抗戦状態となったスライマーン志向は、この戦闘において奮闘し、敵軍は混乱状態となり、シャーシュジャーは敗走した。スライマンの軍勢は、 数日間の間追撃したが、後に追撃をやめて、アーグラへと引き返した。とはいえ、彼は、シャーシュジャーから大砲を何本か露革し、この戦いで人々から名声を得ることとなった。サムガルの戦いさて、スライマーン志向がいない間、父のダーラー志向は、どうなっていたのかというと、4月15日に、彼が派遣した軍がアウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍に敗れ、 その進軍を許す結果となっていた。そのため、シャージャ・ハーンは、軍の全権をダーラー志向に譲ったが、帰する能力に欠き、軍人らには不人気であり、彼の軍勢において、最も強力な武将、ジャイシングは、スライマーン志向とともに、アーグラに向かって行軍中であった。シャージャ・ハーンや父の側近は、スライマーン志向がアーグラに到着するまで待ち、危険な戦いは、 方が良いと助言したが、父は聞き入れなかった。スライマーン志向は、アーグラに向かったが、ダーラー志向は、アーグラからアウラングゼーブとムラードバフュの連合軍の迎撃に向かい、6月8日に、アーグラ近郊のサムガルで戦闘を交えた。しかし、父、ダーラー志向は優勢であったにもかかわらず、その日のうちに不運にも敗北してしまい、 西北のラホールへと家族を連れて逃げざるを得なかった。その後、アウラングゼーブは、ムラードバフ氏を裏切って遊兵し、7月に定位を、戦した。スライマーン志向は、父の敗北を知ると、ジャイシングに、今後どうするべきか、何度も相談を持ちかけた。アウラングゼーブもまた、ダーラー志向が彼の軍の戦力を頼みにするだろう、ことは知っていたので、 ジャイシングとディリール・ハーンに何通りも手紙を送り、彼を捕らえて自分の味方にするように言った。ジャイシングは親友のディリール・ハーンに相談した後、スライマーン志向にアウラング・ゼーブから来た手紙を見せ、彼を捕まえるように命じている点に注意した。彼はディリール・ハーンやダーウード・ハーンといった他の将軍らも信用できず、ガルワール王国の首都シュリーナガルに向かうのが、 最善の策だと言った。また、そこのラージャはアウラングゼーブに味方していないから、その地で情勢を見守って好きな時に、いつでも山を降りればいいと言った。スライマーン志向は今後は、ジャイシングをあてにできないと悟り、荷物をまとめて、シュリーナガルを目指すように命令した。彼を慕う軍人やサイードの多くは彼に付き従い、ついていく準備をする者もいたが、中には、ジャイシングについていく者もいた。 だが、スライマーン志向が出発した後、ジャイシングは、ディリルハーンと共に兵を送ってその荷物を襲わせ、とりわけるピーキンカを積んだ像を一頭奪い取った。このため、スライマーン志向のわずかな軍勢は、大混乱に陥り、彼を見捨てて逃げる者もいた。一行はまた農民の略奪や追いはににも会い、何人かが殺害された。だが、スライマーン志向は、ジャイシングの裏切りに会いながらも、 最終を連れて旅を続け、やがてシュリーナガルへと着いた。スライマーン志向はシュリーナガルに着くと、そこのラージャに名誉ある迎え方をされ、礼節の限りを尽くされた。また、ラージャは彼にシュリーナガルにおける可能な限りの保護と援助を約束した。スライマーン志向はシュリーナガルでラージャの保護を受けながら山を降りる準備をしていたものの、六百五十九年三月に アウラングゼーブが父、ダーラー志向にアジメールで勝利した後、ジャイシングを通して、シュリーナガルのラージャに引き渡すよう何度も手紙を書かさせていた。だが、シュリーナガルのラージャは、戦争になるぞと脅されても、そのような卑劣な行いをするのなら国を失った方がましだ、と返答し、アウラングゼーブは、シュリーナガルと先端を開いた。シュリーナガルの産地は、軍勢が入れるような場所ではなく、 帝国軍は、おびただしい公兵を使って、岩山を切り、しかし、8月のダーラー志向の処刑後、アウラングゼーブは、ジャイシングを使い手紙を書かせて、シュリーナガルと交渉し、自身もまた脅迫事実と手紙を送った。その上、シュリーナガル近隣のラージャたちも買収され、彼らは、アウラングゼーブの命令で戦争を行うとさえ言った。シュリーナガルのラージャもさすがにその意志がぐらつき、 ついに引き渡しに応じてしまう。スライマーン志向はこのことに気づくと、シュリーナガルを逃げて、オーチベットへと向かおうとしたが、追っ手に捕まってしまう。その後、スライマーン志向は、シュリーナガルからデリーに送られ、1661年1月8日に、アウラングゼーブの命によりデリーのサリームガル城に遊兵された。それから間もなく、アウラングゼーブは彼が本人であることを、 宮廷の貴族一同と確認するため、サリームガルからデリーに連れてくるように命令した。1月13日、スライマーン志向は、デリー城に連れて行かれが、その姿を見て、数多くの軍人らは、切なさに涙を抑えかね、宮廷の貴婦人らも鎧戸に隠れて見ていたが、彼女らもまた涙したという。皇帝アウラングゼーブも、彼の深く心を動かされ、 極めて親切に慰めを言葉をかけ話した。ベルニエによると、話の内容は、ひどい扱いはしない、むしろ良い待遇を受けるだろう。また、父のダーラー思考を殺害したのは、彼が信仰を持たぬ者になったからだ、という内容だったという。すると、スライマーン思考は、サラームという感謝の印を意味する、お辞儀をし、両手を床に下ろしてその手を頭上に、精いっぱいげ、 毅然とした態度で、私にポーストを飲まさないのでしたら、どうか殺してくださいと言った。アウラングセーブは、ポーストは飲ませないからくれぐれも安心しろと言い、くれぐれも安心するように言った。それから、スライマーン志向は、シュリーナガルへと向かう際に奪われたルピー金貨を積んだ、像のことについて、いくつか質問を受け、体質を許された。翌十四日、スライマーン志向は、他の捕虜と共に、 クワーリアル城へと送られた。この城には、父、ダーラー志向の処刑後、弟のシピフル志向が、すでに遊兵されていた。1662年5月某日、スライマーン志向は、クワーリアル城で遊兵されたまま死亡した。死因に関しては、アウラングゼーブが約束を破り、ポーストを飲ませ続けたことで死亡したというのが、ベルギーをはじめとする多くの歴史家たちの見解である。 ありがとうございます。